はい、どうも。寒いでござんす。部屋の中は 2、3度ってところですかね。湿度は 80% ぐらいあるから結構あります。いや、そんな感じで寒すぎて今ストーブを焚いてるんですけど、まあこの近辺しかあったかくない。で、ストーブ焚いてる時に私は欠かせないのがこのセッティングですね。まあ餅は焼いてる焼かなかったですけど、まあちょっと今日もう朝方で、朝方6時過ぎ、6時ぐらいかな今、もうお腹も空いてきてしまったので、実家からくすねてきた海苔餅、豆餅をまあこうやってストーブの火で持って、まあ、網を一応かけて、まあ、夜間ここに置いたんで網ここはみ出てるんですよ。これはもう絶妙というか、落ちることよくありました。ガチャンっつって、そして、こっち側のお湯はもう水道水満杯入って、まあ、満杯でもいいのか、もっと足さなきゃいけないですね。まあ南棟で汲んできた水道水が入って、そしてこっちはカマシンさんで汲んで2リットル50円で汲むっていうやつがあるんですけど、ミネラル入りのやつで、RO 水、逆浸透膜のお水ですね。それにちょっとミネラルを鉱石から抽出した、ミネラルが入りで50円っていう感じの軟水なんですけど、まあ純水だと無料なんですけど、まあちょっとやっぱミネラルあった方がいいかなと思って、私は50円出して2リットルを買ってるってことで、まあどうでもいい余談なんですけれども、まあこういう感じですね。でこっちはもう水道水満杯なんですけど、まあ満杯じゃないですけど、今満杯にとりあえず入れて、で沸かしたら速攻で湯たんぽに入れるっていうテクですねっていう感じの、ストーブで暖を取る。でこの、ね、灯油ストーブっていうのはこの熱としても体にはいいらしいですねっていう風に喋ってたら、あもうこうやってぷっくりと膨れてきましたね。時間経つともうパーってこう膨れますよ、膨れますよってこう灯油に言ってますけど、まあこれ暗いが災いして、すごいこの汚さ加減は映ってないからいいかなと。ここの奥にほとんど見えてないのがリンゴの剥いた皮、リンゴの剥いた皮を、こしてるんですけど、ちょっと見せましょうね。はい、こんな感じでリンゴの皮をここに乗せてるっていう。何それ大丈夫なのみたいな、まあ、大丈夫っていうか、その焦がしてカラッカラにしてから、ゴミの日に出すっていうことをやってますよね。どういうことみたいな。まあそのやっぱり焼却場っていうのは、まあダイオキシン問題があった1998年に一応その改正というか、まあ、ごまかしの法律が可決されて、全国の小学校の焼却炉とか小規模焼却炉をなくした代わりに大規模焼却炉で、高熱で一緒くたに燃やせばダイオキシンも一応理論上は出ないよっていう、そういうもう人々がそういうところに意識を向かない施策の仕方をさせたんです、ダイオキシン問題。まあ、そういうところで私はそもそも生ゴミを燃やすってどういうことっていう。でやっぱりゴミ収集者の方の負担もちょっと軽減されるので、生ゴミの重いを運ばせるのはやっぱり腰に負担かかってるそうなんで、そういうちょっとこういい人ぶりたいチンピラの、ノリもありまして、私はこうやってリンゴの皮とかこういうのはなるべくカラカラにして、お茶っ葉の葉っぱの茶パックに詰まったやつもここには載せないですけど、茶パックは、まあ、自然乾燥させるみたいな感じで、風通しのいいところに放置して、でカラカラになったら捨てるってことをやってるんですけども、でまあいろいろと余談が、つきませんが、こんな感じでストーブ、寒すぎてストーブつけてますっていう PR でした。ストーブつけてるんですけれども、この天板はやっぱりめちゃめちゃ有効利用してますよ、夜間2つも載せちゃってますよっていうことで、こっちは今からほうじ茶を飲みます。でこっちは湯たんぽですって感じでおしゃべりしました。もう年の瀬、12月30日になります。そんな感じの、どうでもいいレポートでございました。ありがとうございました。